いかな。よし、ここで休憩しよう。やっぱり動かないか。パソコン動かないのか。こうやって叩くと治るって。やめてくださいよ。しゅ、お前のためを思って直してやろうとしたのに。壊れてないかな。やった、治ったぞ。あれ、バッテリーがゼロなのに動いてる。おい、みんなこっちに来いよ。工場があるんだ。本当だ。でもこんなところに工場？なんだろう。調べてみるか。行ってみよう。この工場、僕のパソコンが治ったことと関係があるのだろうか。おい、小四郎、工場を調べに行くぞ。はい、今行きます。
そろ先に進もうかと思ったけど。扉は2つ、どっちに進む？これだけ広い工場です。二手に分かれて調べるのが効率的じゃないでしょうか。そうだな、チームに分けるか。後ろ、メンバーはお前が決めてくれよ。僕でいいんですか？ああ、二手に分かれるって提案したのもお前だしな。これで決まりだな。じゃあまたここで打ち合おう。みんな気をつけてね。それじゃあ僕らも進みましょう。はいな。お化け電池とモーターだ。こんなので工場を動かしてるなんて。驚きましたな。ところにドアが。きっとお化け電池の中に通じてますのや。入ってみましょう。こうしろ、俺たちも行くよ。大丈夫です。ここはひとまず僕とテントモンだけで調べてみます。そうか、じゃあここで待ってるよ。何か見つけたら教えてくれ。はい。デジモンなのか？そう、しかもいいデジモン。今は動いてないみたいだけど。そっか、じゃあ。
のはずなんだけど。みんな逃げろ。これはこの壁一面に描かれた模様みたいなものは何でっか。これはコンピューターのプログラムだ。小四郎はん、何しはるんです。このプログラムを分析してみるのさ。やっと僕のパソコンの出番ってわけさ。小四郎はんの顔、今までになく生き生きしてますな。謎が解けるかもしれないからね。ここがどこで、君たちが何者かとかね。なるほど。わてはどっちも興味おまへんな。そう。小四郎はんは自分が何者かなんて興味ありますか。僕は…ねえ、あなた、いつになったらあの子に本当のことを。もう少し、もう少し待とう。今話せば、小四郎はショックを受ける。なあ、小四郎はん、小四郎はんってば。な、何？パソコンのモニターがおかしいで。モニターの文字が勝手に動いてる。小四郎はん、デジバイスが。こっちも光り出した。あちっ、あちっ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 。なんや、体が急に熱くなって。テントモン、大丈夫ですか。まさか、このプログラムのせい。なかなか出てこないから心配したぞ。それで、何か掴めたか。ええ、詳しくは後で話します。ひとまず、太一さんと合流しましょう。デジモンよりレベルが上だわ。どうやったら勝てるの。ギャルドモン、
てグレイモン。小四郎班、さっきのプログラムいいのか。はいな。よし行くぞ。なんや、力みなぎってくる。大丈夫か、テントの。黒い歯車が体内に入り込んだと思ったら、あんなことになってしまった。気にすんなって、故障みたいなものなんだから。助けてもらった霊に、ここから出る方法を教える。地下水道を行くといい。ありがとう、アンドロモン。君たちの幸運を祈る。無事、元の世界に帰れるよ。Thank you.